アサヒくんコックなのか。アサヒくん、はいはい、はい、クイーンでスクワットの、はい、スクワット。アサヒくん何も声聞こえないかも。大丈夫かな。え、聞こえるよ。コックです、コックです。アサヒくん喋れてるくない。喋れてる。アサヒくんなんかピンクテンション聞こえてるのかな。もうスリーカードしてるの。あれあれ、アサヒの聞こえなくない。オッケーオッケーオッケー。なんかマイクのあの右下の、普通に聞こえてるよずっと。何だお前。人狼同士つないでください。はい、朝日座るよ。朝日のディスコードが俺にはわからないんだけど、ちょっと待って。いやー、どこにあんのあいつ。あったわ。大人なめんな。よし、行こう。手に書きが人狼じゃないことだけよくわかってしまった。喋ってたり動いてたりするやつ多すぎ。動くな、マジで。ダメだろ。いや、俺ちょっと待って。ダメだろ。俺もさ、弱いからさ、やめない。もう俺初めてなんだけど。リタイアする。動くな。リタイアしようぜ、リタイアしようぜ。さすがに俺きつい気にしてきたんだけど、どう。俺もそう思うよ、ちなみに。だって俺、ジノ初めてだもん。ちょっと一回クーさんが一人になった時に言うわ。あ、そうだ、ペニカキ、殺す準備しよう、あいつ。船長船長半分まで殴っていくわ。全然二人で殺されるのあるからな。もう半分超えて、あー怒りやー。あー、やりすぎ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 、船長にね、やりすぎなくても必要ない。やばい、いや、やりすぎはやりすぎだ。やばい、船の下、俺やばい、終わった。あの、一人終わってるやついる。はい、もう死んどる。もうあの、本当に死んでます。本当に死んでます。アホすぎん、マジで。やってるからやべえな、ひろちゃん。ほんと、マジ。あかん、腕の下に巻き込まれてます。死亡。あ、いや、いけるかもしれんな。ボコボコに荒らすか、最初から。船戻ってきて、船長殺そうか。これ開けなくていいっていう時、大体黒です。行くよ、私に殴ろう。行くよ、行くよ。あー、終わった。エンジニアとコックです。エンジニアコック黒です。おい、ペニガキ、おいペニガキ、ちょ、エンジニアコックでさ、船長やられた。おい、ペニガキ、おい。曲げろ。曲げろ。はは、ちょ待って、何が起こった。いや、曲げてる。おい、インカ先生、何言ってんの、お前。インカ先生、殺せって。おい、ホワイトアウトしようぜ。ホワイトアウトしようぜ。いや、幽霊残しとけ、一応。もう死んでる。ああ、インカ先生、これ人狼、これ。下から行くぞ、ってこれ。潜ってきたら殺すわ。ウェイウェイ。両側から行くの、両側から。おい、一人あれ、一人歩ってるから。潰せない。ウェイ。登れ、行け。登った。一人、あの、よっ。よし。クーさん、あ、クーさん、え、お前は。一人、あの、よっ。よし。あ、殴り合ってマジで。のせちゃんじゃなくてあれか、あと誰だっけ。コロさんが傀儡撃たれたの。ふぅ、あぶねぇ。最速エンド、最速エンドじゃん。傀儡撃っとくわ。終わり。え、もう終わり。終わり。もう終わり。ナイス。やばい。もう俺だって一発で殴られたらダウンするか。こんなサーベル取られるよ。ちなみに言っとくと、サーベル取られてなかったです。なぜかサーベルは取られてた。俺は沼でしょ。サーベルは取られてなかった。だって俺がサーベル募集したの。俺が、お前、インカ先生のこと攻撃しちゃったわ、なんか普通に。なんか、俺、意味わかんない。あれ、なんか、普通にインカ先生攻撃しちゃった。俺は沼だった。あれ、更新ルールあったっけって思ったわ。斧やる。え、俺包丁ある。いや、包丁より斧の方がいいって。包丁より斧の方がいいの。バカだろお前。じゃあ斧にする。そりゃそうだ。いや、頭悪いやん。当たり前。いや、知らん。俺人狼初めてだからな、これ。あ、配信見てなかったんだ。普段配信見てなかったんだ。
あ、見てないよ。いやいや、なんかもうやめるらしい、もうやめるらしい、普通に。ガチで殺された。アザイ、登ってくれ、登ってくれ、登ってくれ、アザイ。あ、でもこれあれか、コロが紅茶落とさなかったから負けてるわ、これ。いや、ちげえわ。違うね。紅茶落とさなかったから負けてんな、これ。いや、いや、普通にゴチだって、ゴチだって。はい、お疲れ様です。はい、バイバイ。おぉ、いや、もう、これよ、これよ、リゴ、あれだろ。いや、これ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 、踊れたことから全ては始まった感じしない、なんか。いや、なんか単純にこれあの朝日と俺じゃきついねって話になって俺もミスったしな、俺なんかよくわかんないからなんか陰キャ先生殺しちゃった俺も発砲したしな、発砲しちゃったから俺もはいや、はいや、いや単純に普通にやっても朝日と俺じゃきつかったからまあ絶対勝てない、いやてかまあ絶対勝てないから降伏するか、もう今やるかしかない、いや包丁と斧でなんかさ、あだごで進んでるから、まさか動画見てないでしょ、ドレッドハンガー。え、動画が俺あんま見てない、配信とかで見るぐらい。ダメダメ、もう全部主張しなさい。あ、わかりました。あの、ミートブで動画見てないのも通用しない。あ、すいません、あの、この配信終わったら全部主張します。いや、待って、私ジオゲッサー見てないからちょっと。ジオゲッサー、ジオゲッサー今日講習動画出したじゃん。あ、そうです。いやー、見なきゃ。えわかった、音量一番下に下げてみるわ。もうそれもいいね、見てないそれ。帰ったらご実家で勉強すればいいじゃん。いや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 、ゆっくり休みます。療養、何の療養か知らんけど、ジオゲッサーは休憩だよ。いや、お前は別にできねえだろ、ジオゲッサーなんかできる側の顔してる。お前、ジオゲッサーやったことねえくせに。あるわ、もじゃじゃ、ストレイト。ごめんな、エースから10分、ストレイト。おい、マジ、石田高い。おい、はい、じゃあ行くよ。繋ぐわ。じゃあ、繋ぐからちょっと待って。繋げて、繋いでもできてるか。深夜にやるより昼にやる方が頭おかしいんだよな。なんか逆におかしい気がする。なんでやろうな。ルーさん、離脱お願いします。少な全然入ってない。全然入ってない。全然これ村も入れてねえだろ、これ誰か。村も入ってない、これ。村も入れてない。マジで。いや、もう入れた。もうなんか、渡すゴミ。アモンガスの最後に誰に入れればいいって聞く投票ボットと、ドレッドアンガーで最初に石炭投げて俺は投げたぞって、でなんかあたかも俺はちゃんとやりましたか出すゴミも死ね。何言ってるか分かんない、最後らへん。どっちも殺して俺も死ぬ。何言ってんだよ。もう利敵だろ、もうそれ。もう何もかも利敵。あ、やべえ、宅配来た。誰か運転変わってくれ。なんて、なんか言った？ゲルマさん？ちょっと待って、どけよお前。どけ。運転。こいつなんつった今。あ？ベノムさんがなんか何か来たっつって、あのなんか遠くではいっつって聞こえて、なんかピンポン来たと思う。おい、ちょっと殺すわ。で俺が運転した今。あ、そういうこと。え、でもまたついてるよ。あ、ついてないのこれ今。おい、サーベル落とせよ。おいマジで俺が守備で助かったな。アザラシちゃん、アザラシってどこに？どこでも？いや別になんか、そういう分布地決まってるとこじゃなくて、なんか別になんかそこにいるから、てかそんななんかね、精密なこと気にするよりもさっさと目の前の動物殺せ。あ、確かに開けてるところにもめちゃくちゃいる。なんか狼をとりあえずやれればいいから。あ、確かに確かに。そんななんか精密なことしてる場合じゃない。あの、テントの奥に狼2体ぐらいいるはずだけど。狼殺した方がいい、基本的に。なんかオーケー、アザラシ殺ししてるから時間がなくなる、いつもそれ。多分朝日狼位置教える。狼そこじゃない、そこじゃない。はい、遅い、ワンテンポ遅い。はいはい、すいません。私望遠鏡出たから白角見てほしいんだけど。やだ、いやシステム的に知らないよ。振動と望遠鏡は知らないよ。おい、ドラハンやってるならわかるだろ。オオカミで、それもなんだけど、朝日くん、そっち、それ、いい、もう、ちょっと、練習でこっち。え？あ、練習でこっち、はい。あそこの上に、はい、まあ、コック行ってもいいって感じ。なんで俺死んでんだよ、意味わかんねえだろ。隠しといてあげたの。一
瞬間お前俺が趣味で助かったぞお前俺が趣味で助かったぞお前俺ピクだったら普通に殺し下がってるからな一瞬宅配来てその間に死んでんのやばすぎいや俺陰キャ転生にダウンさせられたやべえ何でしょうねえ違う宅配さんだってお前悪いやろそれぐらいの時間分かんないからしまっといたあれよあーオッケーオッケーオッケーじゃあ進めるわできたんだけどうえピッチョ知らないおじさんには反対ついていかないのがいいってことだな、まさき俺それ前も聞いたわああああはあはあはあ、くんさんに殺されちゃったよまたそういう感じ勝てねえってマジで鍵ない鍵ない鍵俺もない狼の場所教えてあげるでついてたら普通に銃でバーン終わりえなんか石炭意識終わってるんだけどそこの石炭もあったんだよじゃあ行く桜ロナスで OKOK 死んだあまだ間に合うボイラーまた炊けるよ俺もう二度とくんさんの言うこと聞かねえわマジで死んだらねジャイクサ朝日が死んでくんさんの黒だったじゃあたぶん狼に殺されてるしょどれ朝日どれうん合ってる25番0はいはいいいね真っ白系動画見てたらさ、クンさんと二人で動いちゃダメってのも分かるはずなんだけどなぁ。分かんないかスクラップとかない包丁とか、ピッケルとか、斧を作りたいんだけど、まあいいや。あ、包丁あげる。あの、俺を。あ、ありがとう。はい。助かる。せぇ。やっぱクンさん黒だなぁ朝日くんもそうやって殺したんだなぁ朝日くんね、連れ出して殺したオペリヨギ助けてマジでタッチ悪いわオペリヨギ助けてオペリヨギ助けてマジでタッチ悪いわオペリヨギ助けてオペリヨギ助けてこっちかお前こっちかい俺が2回目なってやるよこっち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 来てる来てる中入るお前何やってんだバカ野郎俺白バカだから俺あっ来るよ来るよ来るよ。やっぱお前もだ。じゃあ、やだ。おら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 。おい。小遣いいっぱい。俺銃持ちましたよクンさん。で、クンさん、俺ガンパツゲットしちゃいました。何ゲットした？ガンパツガンパツ。あ、ガンパツね。これ生かすとか生かすとか生かして支援しようかね。ねこれ帰るよね。帰るに帰ってるわけしろって。インキャ？お。え、なんでさ、ありえなくないサーベル置いとくのお前さ、お前帰ってさ、あれ、あの、俺ら黒じゃない、死神は黒じゃないあー、いいよ、やるよ、マジでそれ命救ってくれたら約束は守るちゃんと、じゃあついてこいお前綺麗だな、何がえ、なに今の、人言まさかえ、なに今のえ今の何あのさ、メロンさんよく言うでしょ何々には優しくしろってあー、オッケーオッケーあの、優しくやめろって別に、今俺言わなかったのにいやでもこの界隈の合言葉だよ優しくせんとだってそりゃまあ確かに結構な人に優しくしないといけないな普通になんか自分の中であれ飼ってるタイプの人間じゃんイマジナリーフレンドいるタイプの人間やねあれ完全に中で飼ってる完全にイマジナリーいるタイプの人間やないちょっと待ってスクラップあったりするかこれあスクラップ1個抜けるかね、右漁ってくるわインキテクト襲われてるからインキテクト散るねインキテクト散るかもしらんけどああ、出てたら白でいいよいや、襲われてる。撃たれてた。一応だけど。あれ、誰が死んだっけ朝日が、あ朝日は開けたのかあー、じゃあ、でも紅茶から、ホワイト中、ホワイトアース中になんか、石炭炊いたんだよなぁ。ひねがきはちょっとわからない。あ、ひねがきがいいの。もちゃちゃに渡しといて。オッケー。なんでお前白がくやないじゃあ、なんか、傀儡に追いつけられて、かけられて。誰が白こっちが傀儡に追いかけられる朝日紅茶じゃあピネガキかな陰キャ転生がどうなるかがわかんないんだよなそこ陰キャ転生、クンさん、ピネガキ3人敗戦のあたりにいるはず多分ね、早期離脱なんだと思うんだよな新ユーロだからじゃあピネガキやんーピネガキもしかしたらサービス持たせたかもしれん
はあ、でもインカ天才が死んでないよ、問題は。インサーベル渡してた。ピリガキも一緒にいるんだったら。インサーベル配るの。じゃあ、インベントリーにもう入らんから、あるから、いやいやなんか余裕あるなら取ってね、ぐらいしか言ってないけど。いや、捨てていいから。いや、取れない。取れないよ。だって、足くん死んでるから、食料集めなきゃいけなかった、私は。いや、サーベル落とすな、マジでダメ。でも、ピリガキワンチャン、どっちなの。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫じゃない。いや、ピリガキもいるから、こんなん帰ってこないんだから。帰ってこないんだよ。でも、インカ天才死んでないんだよ。多分、インカ天才殺せるはずなんだよな、絶対、ピリガキがいるんだったら。でもクンさんが離脱してピニガキとインキャ天才一緒にいるんじゃないかな。はい、だったら英断かもしれん。結果論だから、結果論、結果論。いやお前マジでダメだよ。もう来た。来た来た。起きました。どうしよう、火薬だれ持たせる。火薬だれ作るよ、じゃあ。あ、やりますか俺。ちょっとやらせようぜ。火薬ちょっとタレ作ってくる。タレタレは作れるし。前は昨日人狼2人確定してて、今回でも1人分かんない状態だから。インキャ、お前、俺のために独中者刺してくんね。刺していく。タレ作る、タレ作り担当ね、インキャ先生。俺もう本当に魂指や。魂指で魂。先生、こっち来て、こっち来て、こっち来て。え、さ、誰かに独中者打ってきて。もう、とんでもないよ。ほら、あげるよ。ほら。打ってこい、これ。え、タレ作る、タレ。タル、スクラップがないじゃん。スクラップ、あ、1個ある。あ、じゃあちょっとそれで釘にしてもらったら。あ、じゃあ釘作るよ。釘作って、ちょっと待って。え、どうしたの？そんな早く死んじゃうの？サムさん。アダキン、どこ？アダキンは？アサヒの声聞こえ、なんか、アサヒ消えたんだけど。あ、アサヒ死んでるわ。は？多分あいつ水に飛び込んで死んだ。バカだわ、あいつ。終わった。あいつやっぱ向いてないなーゲーム。いやバカだこいつ。いや本当にバカ。あーオッケーオッケーオッケー。もう全部任せるわ、飯関係は。あ、これクンさん行った方がいいの。俺と陰キャで生き残ったって言います。でも陰キャ先生多分死んでないくさいんだよな。寄るわ。ワンチャンコノだったらやばいので寄っておいて。違うかな。あ、違う、あれ前だ、前呼ばれてる。めっちゃストレイフしてたんだよ、今。あ、俺か。ノジャの中央と思ってんけどな、まあ、普通に、まあ、いや、どう考えてもお前だった、今のは。うん。取れたかなと思って待ってて。いや、最初から挙動が、1匹目の挙動が、こちら。何体いったこれ、2、1、6かな。6か。いや、きつすぎ。きつすぎ。ホワイトアウトですか。火薬がね、多分ちょっと足んないからその辺で集めないと。多分ボックス開けて火薬取るか。まあ食料供給立つのが強えな、普通に。あ、ペニダキと、あ、インキャもおれへんの。なんで撃たれるの。インキャは分からんな。寝返った説あるけどな。寝返り説。うん、全然寝返り説あると思うけど。何やってんだインキャ。分かってんだって。陰キャに銃構えて言ってるからな。俺はもう悪いことしようっつって。そっちクマだぞ。そっちクマだぞ、危ないよ先生。左。ないな、ダメだ。もう帰っていいぞ。もうダメだ。1個しかねえ。じゃあ1個で一旦、1個と独注射で1回やりますよ。1個で一旦やってきて。私は今肉空いてるわ。いいですか、ちょっと俺も焼きたいです。焼きたいです俺も。あ、じゃあ待って、先どうぞ。このね、ハーブ使わない方がいいぞ。なんか怪しい。あ、使わない。最初から3つあることないから、なんか毒入ってるかも。いろいろやって逃げた。いやー、もっと買ったのよ。もうちょっとさ、なんかあいつらの声してんだ。じゃあ陰キャ転生とピネガキ普通に来てるのか。いや、他シロがいないから。でも言ったら朝日は殺されてんだよね。なんか身内切りでさ、朝日を白くさせようとして妊娠したら面白くない。いや、さすがに違うんじゃねえ。いや、多分違うと思うけど、それだったらマジでおもろいぞ。ピニガキいるやん。誰が殺された。あ、お前らやんけ。え、違う。いや、は、俺とクンさん。じゃあ俺とクンさん、え、じゃあ陰キャと俺でクンさんのことを追い詰めたんだよ。組み上がる。逃げられた。でも途中で逃げられた。幽霊が来た。じゃあ普通潜伏なんか。あ、待てよ、ピニガキ。よく考えろ。クンさんはサーベル持ってたよな。俺サーベル持ってるよ。いや違う、クンさんがサーベル持ってるよな。合わせろ。じゃあサーベルはどっから手に入れた。考えろ。炎が共犯者。わかるか俺ね。つまり今俺らに必要な行動は。シチューいる。え、ちょっとやばいって。ちょっと待って。
あ、もうなん、え、なんなの、どうなってんの、え、お前、クーサーがサーベル持ってた、クーサーがサーベル持ってた、クーサーがサーベル、ちょちょちょ、クーサーがサーベル持ってたから、もうコーサー行くしかないもん。はっ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 、 Do you mean? はっ、意味不明なんだけど、聞いて、え、なんでクーサーがサーベル持ってるか分かる、考えてみて、なんでクーサーサーベル持ってるか、え、ボクシーかなんかでなんか取ったんちゃう、このこういうので、おう、だからね、で、取れたのは誰、わざわざサーベルクーサー銃持ってんのにシャベル作って掘り起こす、考えろ、お前のその足りねえのお味噌で、まあ、要は俺、シチュー食べたけどな、え、いや、関係あるのか、え、いや、コックは関係、なんかコック、え、コースは、私、は、な、何、え、だってさ、え、サーベル持ってたんだよ、クーサー、クーサーサーベル持ってたよ、クーサーがサーベル持ってるのは知らないよ、え、だってもう、渡すぐらいしかなくない、コーンさんが持ってるのはコーン、コーンさんが、いや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 、私別に証拠の、え、何も知らん、え、なんかない、取りこぼしとか、取りこぼし、え、ない、わかんない、え、そん、まあ普通にクーサーが自分で調達したかシャベル作ってね、え、ベノムさんは、ベノムさんは、いや、ベノムさん死んでないよ、だってまだ帰ってない、いや、もうマジで勝てないよ、これシェフだっていないもん、まあ結構絶望的だなこれは、なんかもうそういうルートじゃないと勝てないよな、まああとノジャジャが今撃たれるとか120秒ぐらいあるから、言うとノジャジャに変えられたれればほぼなんか、やべえ終わった、やべえ終わった、今日のところはこの辺で見逃しといてやる、いや、じゃない、俺の恐ろしさを広めることだな、お話しくださいですよこれもう、インケ先生が殺した私のこと、え、てか統一式、私インケ先生とピリガキ全然黒読みどっちかしてるからさ、いや、いや、まあどっちかだったら、ちなみに今撃たれたの俺です、両方なんか、え、ベノムサーベル持ってるよね、持ってるよ、なんか、いや、まあ、だからクンさんがシャベルに掘り起こして自分で手に入れたか、え、普通に自分で調達したんじゃない、え、なんか私持ってるもんサーベル、あれからも出るやろ、鍵の中から、ね、ちなみに鍵あるよ、鍵からは出ない、鍵箱からは出ない、え、私、え、てか私の鍵出してよ、鍵箱から出るのは武器パーツとかだけ、え、じゃあなんでサーベル持ってるの、普通に自分で開けちゃった、あさったら、え、なんか取りこぼしとかない、あれクーザーですか、あれ、あ、そうそう、金1本持ってる、金はあれ持ってる、金1本欲しいと思って、ちょっと待って、そんなあれ？これベノムさんはどこに行きました？ベノムね、一発撃って挽回したちょっと、これ、ね、ちょっとほっといて、これ、ちょっと挽回です、あれ一発これベノムさんがここにいると思ったんだけど、ああ、俺なんだ、実は、いや、でもベノムさんはね、一発撃って、ちょっと恐ろしさを伝えに行くんだった、俺の、ああ、なるほど、うん、何作ってんすか、え、いや、火薬弾作ろうかなと思って、あ、火薬弾ですか、うん、持ってみましょうか、ああ、そうだね、ちょっとこれとこれ、あ、タルクで言えばこのタルちょっと改造していいちょっと思うじゃん、はい、ちょっと俺仕様に、あ、え、朝日なんか西しました、なんで、え、なんか何もしてないの、寒さで死んだみたいな、え、寒さで死んだみたいな、寒さで死んだ、なんか湖に飛び込んだらしいです、バカだろマジで、頭悪すぎだろ、なんで湖に飛び込むんだよ、わかんない、だから食料がマジでヤバくて今みんな、あー、人肉でもいいから、あ、ここ スープなら作れるよ、そこなんか作るんですか、草3つ入ってるから、俺は毒入れてないからわかんないけど、まあそうなんですか、なんかその毒なん、それ毒入ってるみたいなのか、使わん方がいいぞみたいな、あ、いやいや俺は知らないっていうか、他に行った人がいるんだったらわかんないけど、俺は知らないって感じ、あの朝日くんはガチでバカ、朝日くん西だから、え、なんで朝日くん西したの、え、だからその、あの最初に石一死、その後デキシで死んでる、あー、え、だからもう一死クソトロールだからね、私の負けたらインキャテストのせいにする私。いや朝日のせいですね。朝日のせいで。まあノジャジャは奥まで朝日に行くって言って帰ってきてない。生きてるよな。ちなみにピッキルは持ってないな。お朝だよ。じゃあわし仕掛けてくるんでこれ。オッケー。いやわかんない。なんでやろう。ノジャ？はい。マジで殺そうかなインキャテストでもうこれどうせ勝てねえし。ノジャまあいいわ。ね。飯は作った？これ。何？飯は作られてる？インケ電池が妨害した。あ、え？あ？何個開いてるこれ？確実に俺じゃない。火薬だるだ。火薬。確実に俺じゃないよ。俺じゃない。確実に俺じゃない。これ樽です。今帰ってきてないからね。だって。見てる。この絶対作れないから。ネガキとかかな。
おい、また俺やってもうだるガチで。待って、寄るちょい下がって、ちょい下がって、ちょい下がって、下がって、ちょい下がって。いるか、助けるか。大丈夫、レベル3じゃなくない？レベル2じゃない？これ取ったらインキャ先生、もうこれどうせ勝てねえし。そうじゃあ。もう今見たぞ、てめえ。おい、インキャ先生が妨害した。やるかくしない。もう今俺に刺したの、おい、見たぞ今。え、おい、いや、え、あれだよ、悪いけど、いや、悪いと思ってるけど、クンさん殺した分で、これな、あの、クンさんがサーベル持ってるってことにしたら殺せたわ。え、どういうこと、クンさんがサーベル持ってるってことにしたら何？ね、俺が人狼だったら超優秀なこと思いついちゃった、なんか、ねなんか誰々がサーベル持ってたって言ったら、ボクシーが提供したって言って無理やり殺せるわ。で、俺はその趣味でやっちゃった、なんか、今ひらめいちゃって、その、こじつけひらめいてやったら割とすんなり通って、俺は今サーベルを持っています、トイス好きで、サーベルを。あ、来た。ほら、よし。おい、アヘ地域、お前、探せ。やばい、俺と入った。クンさんって陰キャクロ、無理だな。毒入ってる。てか、毒も入ってんのかよ、これ無理だろう。はい、クンさん陰キャでーす。クン陰キャでーす。で、毒ってます、この人。もう無理です。何もすることがありません。あ、死んだ。紅茶？はい。ちょっと来て。ドルトハンが詳しい。これさ、持てる？これさ、手にも出せる？おい。おい。俺村だからさ、手に持ってないんだけど、どうやって手に持ってる？落として。普通に持てるけど。いや、これはあの普通に拾った瞬間だったら。村やから持たれへんとかないよ。え、拾った瞬間だったら持てる。え、それ何？何もすることがありません。それどこで拾ったんそれ。おい、のじゃん、待て。おい、のじゃん。のじゃん、お前、待て。おい、のじゃんが火薬弾持ってるって、何これ。どういうこと？待って。もう、無理、勝てないよ、こんなの。おい、強人5人ぐらいおるって。もういいや、死のっかな。おい、こいちゃん、一緒に死のうぜ。お前、それ持っててもすみません、それ。置かないとすみません、火薬弾。あ、そうなんだ。あ、決勝品。こうやって置いとけばいいよ。早く置け、早く殺せ。もういいよ、もういい。早せや。いや、てか、もう早せ。普通に朝日がやばいからな。もうやる気なくしたわ、あれで。え、てか、トーテム配線に立ってたよ。あ、そうだよ。俺がクーさんと、クーさんと会ってて、なんか渡されて、これ、クーさんに。もう終わってるよ。狂人がなんか2人ぐらいいる、これ。まあ朝日とかいうゴミがいるって。いや、普通にちょっと料理俺と交代しよう。朝日マジで。それしかない。俺も無理だろ。黙れ。ある、俺は。マジでやばい。早く殺してくれ。俺も外捨ててくれ。なんでベルンは助けて俺は捨てるねん。おい。どういうことやねん、お前。それは差別やろ、さすがに。おい。捨てるならしっかり捨てろし。どっちだ。マジで、火薬だるはやばいって、マジで。いや、もう未来ないから、言っとくけど。もう、まさに落ちちゃったせいで、もう国に帰る。え、なんかもうダメじゃん、もうインテ先生。コロさん殺しちゃったんでしょ、結局。コロさん、なんか行けちゃった、うまく。サーベル持ってたで、なんでそれで殺されたんだ。サーベル持ってたっつって、まあ、ペニガキも一緒にいたから、なんか、まあ、3人の力。信憑性増しちゃったみたいな。え、でもコロさんって生きてるんでしょ。コロさんは生きてる。俺は、トイス付きサーベル持ってたから、今持ってる、それを。どうするのこれ。なんか朝日くんがなんか一番弱い。で、朝日くんはあの2回死んでますもん。やばすぎだろ朝日くん。普通に溺死しました朝日くんは2回目。クンさんに殺された。なんか顛末は聞いた。なんか帰ってきたらもういなかった。すでに死亡。これ多分マスケット開けられるんじゃねこれ多分。おそらくこれもうだって俺とクンさんだと思ってるから。でもペニガキがだからワンチャンっていう取れるもん。ペニガキがマスケット入手みたいになるぞ。ペニガキに言ったらいいんだよさ。あー、まあ確かにマスケット開けるみたいな。まあでもあいつのことだし、なんか臨機応変にやるんじゃね。もう一応真面目にやるわ。もう開けるのかよ。頑張らなな。え、これ開けてどうすんの。いや、なんもない、もうなんもない。もうクーさんの方行って鉱山ですって言いに行こうよ。おい、俺の銃返せ、ベノムさん。あー、あるよ火薬。火薬入れるか。火薬探そうぜ。あー、オッケー。行って金庫の船潰すか。
おい、てめえ、俺を裏切りやがったな。違うって言って、バカバカバカ、やめろ、落ち着け。なんで？え、お前どうしたの？え、サーベル取れた？サーベルじゃねえわ。あ？リュウシって誰？手にがき。あ、今、傀儡ダッシュ使ったよ、今、あいつ。あれ、銃取れた？え、ちょ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 、銃は？お、クリスコーズ、無理無理無理。やな、インキャ。前の役目もう終わり。早くないな。おい、ジノ殺したぞ。いやいや、お前デュレダッシュ使ってたんじゃん。お前デュレダッシュ使ってたんじゃん。こいつが全部悪い。いや、俺悪くねえ。俺は脅されただけだ。起こして誰か、起こして船で負傷してます。あざーす。火薬ないっすか、火薬。あ、もう持ってない、全部変えちゃった。あー、飯ないとマジ遠く行けなくて終わるんだよな。あ、なるほどか。諦めちゃダメ。いいよな、じいちゃん、これ飯にしない。ダメダメダメ。じゃあクンサとのあれ秘密屋さんある。なにないないないから殺していいよ、そいつ。なんもない。ダメダメ。殺せ。いや、容赦しなくていい。殺していい、そいつ。殺したバレた。普通に嘘バレた。よう、鍵開けに来たで。あ、またこれでさ、マジで傀儡だと思ってない、この感じ。え、もう手に書きがみんなの前で言うやつ。あ、うっ、なんかベロムさん消えたんだけど、どっか行った。え、ベロムさんなんか火薬持って、なんか、船潰す言ったけど。え、肉って投げれるって知ってた？え、肉投げれんの？うん、お前。バイバーイ。まあ、あとはもうね、どちらにせよ死ぬんですけどね。諦めムードです。俺がその未来を変えてくる。みんなの光、一本の光、希望として。もう一回殺すぞ。ああ、お前てめえを殺すよ、今から。俺はお前を殺す。すでに俺は一度お前を殺しているんだ。あ、紅茶か。俺、紅茶、手伝え。殺すぞ。何を？人狼殺すぞ。いや、もう無理やろ。死んどるやん。ざまあ。それ一死。なんだよ。どうしよう。俺、生存勝利、これ。おい、来た来た来た、殺す。いやー。無事だ。陰キャが黒で。いや、お前が傀儡ダッシュ使ったの俺目の前で見てるじゃん。それはウソ、それはウソ。ねえ、やばいやばい。人狼。いや、分かってるよ。こいつ人狼らしい。てかさ。おい、お前わざわざ刺すな。え、これクーさんかな。あれ、やばい、測られた。クーさんに測られた。バイバイじゃねえよ。実際何があったの、船でこんな進んでないのは。何なの。なんでこんな進んでないのか俺には分かんないけど、何があったの。進んでないんじゃなくて進めてないんよ。一緒に死ぬ。あれ、俺2周目じゃないのか。もう終わりか、これ。なんかいろいろやる必要ないの。もう終わったのか。朝日くんが死んだのちょっと想定外だったの。なんで朝日くん死んでんの。俺が処刑します。助けてー。飯がなくて、なんかみんななんか自分で飯集めようみたいになったけど、遠くまで行けなくて、みんなあ、お前だけカステラいてみたいな。何してんの？何してんの？殺してんの？じゃあ、まあ、みんな遠くに行けてないって。あれ、なんか飛ばないな。ピンさん、このおもちゃバグってる。もちた。死人でもてあそぶな、死人でも。殺せ、殺せよ、早く。お前も毒殺したぞ。ああ、終わった。朝日くん2締め想定外だったわ。なんで朝日コックのまんまなの、これで。おかしくない？コック交代じゃないの？だからもう俺がコックさんする。俺がコックさんする。もう朝日に銃渡す初動で俺。もう朝日開閉できるか。開閉。オッケー。お前が全てさばけ。またコックやってる。大丈夫これ。いや大丈夫、俺がコックやるから大丈夫。で、朝日に銃渡して朝日が英国開閉。ここコック。あ、朝日がここコック。もう無理だから。コック舐めてる。コックの仕事舐めてる。俺が真のコック見せたるわ。これで人狼だったら終わりやで。俺知らない。まだ人狼かどうか分かんないから。これできないのが悪いよ。はい、俺のうち続きがない。お前ツペアで勝っても意味ないから、マジで。何それだけだから俺。ごめん、無理だろ。鍵渡せ。宝の持ち腐れだよ。え、じゃあ誰かいる？ん？いや、だから、いいよ、もうなんかもうフル装備で行くよ、朝日。電話繋ぐ時間です。はい。動くんじゃねえ。
痛い。おい、やるぞ。マセイくん、マセイくん、これ、はい、あの、ちょっと、これ交換、交換、はい、これと、近接交換、あとスープちょうだい。はい、スープ。しました。スープちょうだい、スープ。あ、スープ、はい。集めたいから。はいはい、英国海兵がなんかこう、さばく包丁持ってるのおもろいな、最初で。石炭たぶん2個ぐらいしか入ってない。あ、2個、ここから入れる。じゃあ、離脱か、お前が潜伏か、どっちだ、選べ。お前の運命を選べ。船長室君を呼んだせ。朝日、船長室君を呼んだせ。船長室君を呼んだせ。朝日、船長室君を呼んだせ。痛い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 。バカが。どうしたい。マジで。お前離脱できるか。何年やってると思ってんだよ、ドラクタが。あー、オッケー。じゃあ任せるわ。お前に離脱を任せた。俺は潜伏で妨害しまくる。なめんなよ。俺を舐めんなよ。俺を舐めんなよ。おめえこそ俺を舐めんなよ。俺を舐めんなよ。いや、俺を舐めんなよ。心を舐めてやろう。感情が。感情を捨てる。もうサーベルが出ても知らない。もう何も言わない。持ったらいいやん。サーベル自分で持ったらいいやん。持ってるよ。持ってたけど、あの時はあのコックケアでインベントリがもう2個埋まってたんよ。あで、もう持てなくて、マジで。いや、サーベルスイッチ、いや、お前、あ、さっき私を殺したから、お前大戦犯だから、急に村のくせに狂人投げ上げて。お前がマジで狂人投げ上げて。俺が処分したんだよ、村のくせに。うるさい、うるさい、うるさい。今、アザラシが村のくせに。喧嘩しない、喧嘩しないで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 。楽しそうだな、デッドマンが。俺はコックとして、静かに余生を過ごすことにした。あの、しかも俺、ナイフ失ったインカテーションぶつけて遊ぼうと思ったら、あの、僕、ナイフないです。あ、なに？どうした？おい、全然ノイキャンで聞こえんだけど、なんで？ちょっと待って、俺マジで聞こえないんだけど、声が。なんなん？お前声高すぎるわ、多分。お前の声が高すぎて、ドレッドハンガーが認識できてない、お前の声を。目の前で拾ってんの見たもんっていうか。あ、そこに墓に入ってるよーつって墓からサーベル取り出して俺に切りかかってくるベニガキを見た。もう終わった。あ、このあのゴミがいたら無理、村は勝てない。俺はそう思ったね。残念だけど、俺は残念だけど、そう思ってしまったんだから仕方がない。わかる？君にそれがわかるか？インケさん、えぐいでー。インキャ転生黒、あれ誰もおらんの？おーい、なんでこのタイミングで撃つんだ。これインキャ転生だろ。これ多分朝日殺さ、朝日じゃなくて誰か殺されるだろう。このタイミングでやるのってもうプリガキしかおらんくね。多分、いや、なんかわかんないけどこのタイミングで、あー多分これ奥で殺されてるから。なんか銃とかさ、なんかサーベルとか持ってる。これ1点じゃないの。もう多分これインキャ転生が多分朝日殺してる。え、なに？え、お前生きてんの？俺いるよ。え、誰の殺されたんだ。ちょ、今死んだ。今、傀儡で死んだ。傀儡と狼に挟まれて、紅茶が死んだ。なんだ、あいつアホだろ。いや、待って、インキャ転生人狼の可能性全然あるよ。いや、ある。まあ、確かに。しかも、俺の肉切り包丁奪って、こいつ、しれっと。え、どういうこと？いや、ちょ、これ、あれ、あれ、紅茶のか。紅茶の。あ、違うわ、2本あるわ。それは1本俺のなんだって、それ。でも、さらっと気がして、そう思われて、そう忘れてた。誰死んだ、今。紅茶が。傀儡と狼に挟まれて死んだって言ってる。書道士重くない？いや、重い決まってんじゃん。なんで死ぬのかわからん。重すぎる。紅茶、紅茶いる？あ、出た？え？紅茶？紅茶誰が出したの？出してなくない？誰が出したの？出してないよ。え？お前、あの、トイレ行った。あ、はいはいはい。なってる？インテリティスローね。インテリティスローね、オッケー。じゃあ、右ルート行くわ。誰が死んだと思う？うん、朝日くん。うん、だと俺も思うわ。俺もそう思うわ。俺も思う。私自分で飯集めるべきな気するわ。また。陰キャ転生人狼にしてはなんか手際が良すぎるよ。ナイフで、いやーでも、どうだろう。人狼じゃねえかなって気がするけど。お前石炭持って帰ってるか？ボクシー、お前コックじゃないからな。はい。え、お前コックじゃないからな。石炭持って帰んなきゃダメだよ。紅茶人狼説ある？陰キャ転生黒ね。陰キャ転生黒ね、オッケー。じゃあ右ルート。キーある？インキャさん、キーあったら欲しいかも。あ、あれ、あれを持ってきて、あの、石炭はあるよ。入れていい？あー、オッケー、石炭は入れていい。いや、入れなくていい。今入れなくていい。あの、ベラもキー持ってない。キーないっす。うわー、燃やせるもんないかな。持って帰ってないな。いや全然わかんない。なんかぶつかってるけど、どうなってんだろう。アサヒくん？あ、アサヒくんいないのか。元にやる、元にやる、元にやる、元にやる。いや、もう終わってる。燃料ない。あ、ぶつかった。はい、コノさん、これ。
の釘一本あるよ。木がねえとな、ちょっと取り行ってくるわ俺。いや私もなんもない。おい、やばいやばいやばい、左やばい左やばい、これ左降りない方がいい。いや左はなんかちょっとお話にならない動作になってる。右、右のあいつらがだから石炭持って帰ってこないんだったら、まあどっちか黒。ピンガキとノジャジャね、エンジニア漁師ね。あ、待って、この木を集めて、ここを壊してるんで、掘ってるんで、それだけやってもらえれば。私はもう寒いんで、これだけやって帰ります。おい、帰ろうぜ帰ろうぜ。こんちゃ、いや、まあ、帰る帰る帰る。飯作るよ。はい、まさき、外出ちゃった。どこいんの。はい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 、今、今、ね、今回ってきて。海兵はね、体力削られない方がいいかもね。ペニガキどこ行ったの。あいつピンガキも右行ってるはず。ノジャジャとピンガキ一緒に動いてなかったら、まあ、どっちか黒だけど。ピンガキね、多分ね、スタンドプレイやってる気がするんだよね。なんか、今倒しに行くとか。あー、二代目、リーリー二代目。待て、よっしゃよっしゃ。いやー、多分刺された俺。いやでもこっちは黒いんですよ。いやーないよないよ、多分ないと思う、さすがに周りには。いやーきつー。あいつってか医者じゃない。なんで毒そんな作れてんの。いやーバック漁った、石バック漁った。ここアヘンチン、アヘンチンないのか。まあ俺死んだわ。ちょっとまあとりあえず船に寄って。あ、こっち来てんの船。全然見えんかったわ。てかさ、これさ、左も右も石炭持って帰ってないってことでしょ。これもう無理だよこれ。やばいよ。もう右行くしかないね。夜あのスープ飲みながら行こう。寒すぎる。いや、あのね、ランタン2つ渡すから。誰か罠はいる。いや、今の段階だっては多分、まあ、どっか入れといた方がいい。で、ちょっと待って、飯、飯もできる。あと3分の1ぐらい。で、この中の手持ち何？武器持ってる？私も石炭に持ってるから。じゃあ、ベノム、ベノムこれ。ベノムこれ。え、また、え、ベノムさんやる？私があげた方がいい。していいよ、していいよ。はいはいはい、スープ渡します。スープ、1個、1個、汗1個取って、1個取って。持ってくわ、持ってくわ、オッケー。ちょっと動かせよ。オッケー。で、これでスープとこれでぶっぱしながら石炭取り行くよ。朝来て。行く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 。毒注射刺された。はい。ピカチュウに毒注射刺された。毒注射刺された多分俺。じゃあ石炭だる、石炭だる。あ、だ、あ、医者いる、医者医者いる。じゃあもう持ってくから。もう持ってくから、ちょっとちょうだい。これ全部、これ、あとあとこれ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 、ベロブさん、石炭、あと1個ある。なんか、毒注射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 刺されたから俺もう意味ない。あ、毒、ちょっと待って、ね、草あればいける。アヘン地域、アヘン地域ある。あ、あ、じゃあ、草、草ある、草ある、草ある。オッケーオッケーオッケー。かけるものって大抵、そこ大抵、そこ大抵、こう。うん、きっちり。夜中にピカチュウが来て、なんか俺が。あ、はいはい。あ、大丈夫、これで、これで大丈夫、いける。あの、俺は刺されるわ。で、ペニガキ、ペニガキ、これ。で、のじゃじゃ、のじゃじゃ、のじゃじゃ。はいはい。1日目って誰が死にました？紅茶がインテテスにやられた。ベロムさん。あ、次ここ出たら好きな人欲しいけどな。助かった。ベロムさん助かった、俺。石炭だるだけ回収してほしい。石炭だる渡すから入れてくんね。うん。ちょっと待ってね。ここ、ここ、ここ通り抜けたら。いや、こっち側船来てると思ってなくてさ。いやいや、もうインケテンセイが黒だから、左側もう諦め。で、これ。右側の小屋のとこで待ってた、普通に。なんか。終わったって言って。持ってねえバカ。お前何入れてきたのじゃあ。沈黙幽霊歩き使うわじゃあ。はい。ほら何がしたい。何？おい。なんなんうるせえうるせえうるせえ二重で喋りかけてくんな。なんでなんで。え？俺え？沈黙だけ？オッケー了解。沈黙幽霊歩き、海外ね。死ねな。別れな。うるせえゴキ。殺すぞガキ。殺すぞてめえ。まあ今日夜スープかな。結局人狼は誰か分かんなくなったってことでいいよね。確定みたいな雰囲気あったけど確定じゃないってことでしょ。誰か。え、人狼、いや人狼が確定、なんかのじゃとペニガキのどっちか確定みたいな感じだったけど、なんかむしろのじゃじゃなくなったから。あ、あ、違う違う違う、狼の狼ここいたわ。朝日くんそこのあれ取って帰って石炭。あ、取った取ったもん。あの小屋の方は取った。上登れたりしない？上登れないか。あ、刺られてなかったらラッキーだな。おい、なんて持ってんだよキモ。こいつ、おい、取んな、それ取んな。あぶねえ、サーベル捨てれた。わからん、合わせられてる誰か。多分紅茶じゃないかな。
まぁ、あ、ちょっと厳しい気がするな。行けないかなぁ。いや、無理だと思うなぁ。このちゃん何で行っちゃうんだろうなぁ。一人で左とか。死ぬぞ、絶対。影、俺持ってるから。はい、やる、はい、はい、やる。サーベルは捨てた、とりあえず。で、そしてサーベルは、オッケー。朝日がさ、銃献上したりしてない。大丈夫これ。してない、してない。俺持ってる、持ってる、ほら。全然持ってる。弾ね、2発だけある。火薬2個と鉛2個だから。はぁ、付き合ってくるわ。石炭は、そして、前そしてサーベルは起きてる、生きてるというね。で、石炭掘り投げてる。朝日くん？はい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 。オッケーオッケー、ありがとう。左側なんか、誰がいた？メロンと誰？陰キャ転生ともう一人が、もう二人で撃ったか。いや、陰キャ転生しかいない。だからあいつか、俺に変えられてたから、幽霊歩き自体はないと思う。石炭3つあるよ。ベノさんどうする？オッケー。石炭置いといてある。オッケーオッケーオッケー。入れるわ。石炭めちゃくちゃあるな。もう大丈夫かな？うん、だいぶ。1個ずつ入れてくんね。はいよ。作るよ。スープ作りまーす。あのさ、解毒誰かさ、誰だっけ医者？解毒持ってる？持ってるんだったら俺、全部ドライハードコーヒーに変えちゃうよ。あ、いいっすよ。あの、俺、お茶。あのさ、解毒誰かさ、全部ドライハードコーヒーに変えちゃうよ。見えないなぁ。あ、しょうがないな。ガカンドガカンドくんどうする？いやもう今ある分はいいよ。もうそれで。ウィンタン誰？俺あと3つあるけど。上？多分お前、いや入れないでいいや。溶けてから、夜でも溶けてからでいいや。うん。まあ多分なんかいけそうな気するけど。スープあと3分の1。アサヒくんこんな感じでスープを作るんだ。そして船から離れちゃダメだ。料理人が。アサヒくん。でも適当に持って帰ってきてくれてるから。おお素晴らしい。緊張してる。なんか腹立つ。かけたら俺せっけんまで。あ、いいよ、もういいよ、いいよ、いいよ。あ、入れる。人気人生帰れ腹立つな。ぶっ殺しいなあ。あの銃かかってるで。こっちに銃があるかどうか。うん、マジでそう。戻して。はい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 、あの渡すよ渡すよ。はい、戻す。いいはないけどスクラップはあるよ。オッケー。誰か持ってるでしょ。あ、取って取って。やるよ、やるやるよ。もう一個、もう一個スーパーある。マジ？俺もらってない。俺もらってない。じゃあ、のせさん後ろ向いて、一個。いいね。釘あるわ。釘作るわ。釘ある。フォーカールーム置いてる、フォーカールーム置いてる。たぶん足りてそう。全然足りる。私も3つ持ってる。あ、オッケー。治ったら。なんか4つ、あ、先の4つを入れた？あ、入れてる。私あるはず、誰か。うん、はい、オッケー。石炭渡す？これ、石炭ダル。あ、まあ、アサリに行ってもいいよ。あ、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 石炭ダルじゃなくても。あ、タルは返すよ、タルは返すよ。あ、オッケー。びっくりした。マジは、きちいわ。それきちいわ。さすがに。いや、きちい。マジか。普通。あれ、殺せるよ、殺せるよ、あれ、多分。大丈夫、たくさんいるから大丈夫。別にまさきくん、撃たないとまずい。え、撃たない？いや、撃たないとまずい、当たり前に。撃って当たってる？入ってる。撃たないと、OK。え、撃たないでいい。うわっ、弓当てんだよ。お前マジで、お前さ、パフォーマンスで弓打つの人か。かけたからな今お前今の体力スクショして見せてやりてえや。ミリだそんだけだったんだよ。ミリだよ、ミリ。俺当ててねえよ、ユミ。まず当てた。いや、当たった、パスって言った。お前当たったら当たってるガチ。あれ違う、他のやつはユミか。この感じ多分相当たとても来てんな。これあの傀儡ダッシュで来るかもしれないから固まってた方がいい。ちょっとあんま分散しない方がいい。多分ね、あの感じね、多分弾なかったんじゃねえかな。じゃあでも襲われたんだよね、傀儡に。うん、普通にチームに撃たれた。飯いりますか？もういらないよね。多分クマ行った方がいいよ、このまま。あの、クマ行くよ、このまま。罠3つなの持ってる。3つで全員で行っていいよ。ワークベンチに罠2つぐらい置いてあるはず。誰か。いや、行って、全員で行って。もう行って。もう行っちゃう。もうノンストップで行っていいよ、ノンストップで行っていいよ。追加の罠持ってくから、俺。追加の。なんだこれ、こっち割れてないの？割れてないと思う。で、ノジャジャも俺も、傀儡撃たれて、紅茶も死んでるし。俺一回毒撃たれてるし、なまず。うん、まあもう傀儡撃たれてるからもう核だし。クイさんが手緩めてくれてるぐらいじゃなんか考えつかないんだけど。俺船防衛しとくよ、俺船防衛しとくよ。行って、くんな、行け。
はいよ。あ、待って、来た。いや、マジで。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いや、来たじゃなくて、オッケーってもう押すしかない。やべ、やってる。何やってんの？いや、おっ、ね、マジこれやばい。普通にやばい。俺じゃない。最悪なんだけど。いや、待って、これ、のじゃじゃが日誌する。最悪。何が起こってこんなことになったの？コノが前行きすぎて、しかもバナもなんかすぐ置かないっていう。あんまり言いたくないけど、これ朝日くんの方がマリア出てましたね。いや、出てない。いや、もうどっちも出てない。置かないのも先輩だし、今の前行くのも先輩。どっちも変わらん。ごめん。どっちも変わらん。先輩が動画で振り返りましょう。はいよ。待って来た。いや、マジで。オッケー。いや、来たじゃなくて、オッケーってもう。これで動画で黙っとこう。フェイクさん、なんで置いてあんだよ、罠。なんで置いてあんだよ、罠。なんでこんなとこ。あー、いるわ、陰キャ転生。あー、終わったー。本当に誰だったんだって。うーわ、なんか回復。よしよし、殺した。あ、ナイス。あ、俺爆発で死ぬわ、多分。あ、爆発。あ、やばい、それやばい。離れて。いや、船長室。船長室。あ、これ絶対解除できないんですよ。いや、解除できたけど、もう時間がわかんないから無理みたいな。無理鉄板やろ。実際てめえが殴ったからだろうが。今朝日来てんのかよ。おい、おめえマジ余計なことしに来た。お前駆けつけ来たろ。お前余計なことしやがって。おい、うるせえ。今なんだよお前。で、あと飯とか飯ないからもう行きたいんだけど。飯あるよ。1個だけある。焼いちゃって、自分で食いな。焼いて。俺今作ってないよ飯。普通にスープ1個だけ。え、もう飯、死にそうな人いる？死にそうな人飯で。あー、俺やばい。俺きついかな。あ、じゃあ野じゃ乾パン来て。野じゃどこいる？筋肉7個ぐらいあるよ、銀河転生の。まあ、スープ作ってもいいんちゃう？いや、作れないかな。作れないか、作れないか。じゃあ、普通にあれよ。これ1個欲しい。1個欲しい。はい、スープあげた。はい、ありがとう。モルティサンティ、誰か助けて。ね、やめよ、もうクマ行くの。クマ行くよ。自分で焼いて自分の分もう作ってね。スープ配給ないよ。自分で焼きたい。紅茶も変わってほしいかも。あったほうがいい。ちょっとおい、俺さ、自分が悪いかなって思うけど、おめえも悪いわ。やっぱ俺が悪いかなって思う。うるせえ、マジで。お前クマミスってんじゃない相手。うん、なんか誰かノックしてたよな。めちゃくちゃしてたよ。おい、てめえ何やってんの。お前何ぼったちしてんだよ。何ぼったちしてんだよ。今がレアンネッポがやろ。朝行って隠しろ。これ隠しろじゃない。白じゃない。白じゃない。てかさっき最初はしたかも。じゃあ銃出して。なんで直してないのこいつ。銃直せや、お前。あ、ごめん、完全にミス、今完全にミスった、今。ごめんなさい、申し訳ない。なんかバグって、なんか直ってない、赤になったから撃ったらバグって、なんか直ってた。心臓止まるかと思った。で、もうキッチン開いた。キッチン開けやすく開けてくれ。あ、ごめん、あのお茶作ってる。俺肉作りたい、肉焼きたい。お茶も出た方がいい。お茶入りすぎ。さっきも使ってください。え、ペネガキ、買えないか。ダメージ入ってる人いる？まだいない？大丈夫。いない。こっち注射器とかない？あ、あるよ、私。ちょっと俺に打ってほしいかも。よし。もうちょっとしたら行ってもいいかな。はい、行きましょう。もう朝だったら行きましょう。もう行くよ。あ、なってなかった。ゲノムどこ？何？いや、あの、火薬じゃない。弾。あ、弾、俺自分で作った。いや、これあるよ、ペニガキ。ペニガキ。何なんだ、もう。いや、ここ、矢入ってる。ゲノムさんって隠しろなんだっけ。俺、外来撃たれてる。もう、多分隠しろ、外来撃たれてるし、野津さんも隠しろ。え、なんか、浅くんなのかな。いや、でも。俺じゃない。隠してたベアトラ、なんか誰かに取られてる。マジ？まあ、大丈夫。俺、5つあるから大丈夫、とりあえず。あ、オッケー。レベル1傀儡とかだったら撃てるけど。それか、沈黙撃ってる時におめえがなんかやんの、ね、後ろの方で。そしたら一人がお前のこと攻撃しだすので、逆に言えばみんなはお前の行動を一人しか見てないから、
でも後ろで切りかかったらみんな見るじゃん、言ってる意味わかるって思ったけど、もうそこまで来てる。ペニガキ、これ誰が人狼かは当然だと思う。のじゃずと耐久したんでしょ、ペニガキって。のじゃずと耐久した。ごめん。ナイス。なんかすっげえ死に方したの。カエル撃つよ、カエル撃つよ。カエル、もう好きにしろよ。下からカエル来てるよ。あれもう、見てる、爆破しようぜ、あれもう、相手。ああ、いや、爆破しちゃうぜ。爆破した。死ねえねえ。この後ろ。はい、出してみてるかも、これ。オッケー。おー、危ない。ノジャ隠しろだよ。インキャ。おい、出るぞ。いいのか、ニトロ出るぞ。あ、惜しかった。アセキ、1個ちょうだい、弾。あ、弾一発もらえない？あ、弾？はい。はい、一発でいい、ありがとう。で、ベノムが運んで、もうインキャ先生死んだ、みんなで殺した。ね、上行こう、戻るよ。あ、今寒いとか。は？一応いけそうよ。は？しかも、今ベノムが後ろに投げたから、それで第2死んだ。おい、ナイスキル！あ、今、4人、5人行ったぞ。4、5人行った。マジかよ。最後何あれ、今のやばくない？なんでベノム何も持ってねえんだ、どういうことだ。え、でもクロさんまで死んでないよね。で、ベノムが後ろに投げたのね。それでもう2人組ぐらいも死んだ。誘惑でクバやらかしたかもな。コノかペニガキか、まあ、ペニガキならまあありそうな気がするな。コノって死んだよね。死んでないか。コノかペニガキしか死んでない人いないはずなんだけど。いやー、それ無理だなー。ペニガキが出してんの何で見てないんだよ。それは無理だなー。はぁ、しかもなんかみんなまとまって動いてんのも意味わかんないしな。もう運ぶしかない。ペニガキの狂気のまない聞こえたけど、あのガキか、ワンチャン。いや、そうでしょ。まあ、だよね。うん、ベノムさんに持たしてないのが俺にちょっとわかんない。あとなんかまとまって動くのが意味がわかんないよ、こんな。一人わかんないんだから、これされるってわかんないから。のじゃ前行ってて追いつく。多分さ、あれやったんじゃない、あのぴょん運びやっちゃったんじゃない、多分予想だけど。いや持ってたよ。マジ？いや多分もう一個持って走ったのかも。のじゃあのペニガキ戻って回収して誰もそれ見てなかったのかも。ワンちゃんなんかそれっぽい気がする。浸透は飯いる？いらない？飯というよりカノさんもやばいし、お前何ですか。じゃあ許せ、一旦近接とか取りに行くんだよ。いや、そういうことで。じゃあ勝てねえだろ。いや、なんか上から直接行くと思ったらそっちあるのか。たらクンさんにバレるだろ、お前バカなのか。通り過ぎたら見つかんねえよ、バカかお前。頭悪いなぁ。てかこいつら多分寒さで死ぬで。全員バカだからいいけどよ、うん、全員バカだからお前もバカなのなんとかなっていうから。いや、お前もバカだろ。俺バカだね。お前もバカだ。石炭持って、石炭持っていい？オッケー、これで行こう。もうこれ行くしかない。岩とか持ってる。岩はないですけど、木はあります。木4本ある。木10本あります。オッケー。出しましょうか。寒さでやばいっすね。寒さやばい、多分。いやー、これ無理かもなー。きついっすね、結構。いやー、きついな、これ。これし、もうダウンします。任せます、あと。もう無理だな、これ。いやー、ちょっと時間足んなかったねー。ペニガキ見張っとくべきだったなどちらにせよって感じだから、別にペニガキが殺してなくてもまあ無理だったような気がする。ギリギリいけたかな。30秒、まあ無理か。こんなにすすぎ超きつかった。なんかさ、俺の周りにいすぎじゃない。いや、それはそうだし、なんでベノムさんが持ってないのかも分かんない。いや違う、新しく回収したいよ多分。いや、俺が後ろにペニガキ回ってんの見とけばよかったな。
うまいことやったなぁ。あー、わからんかったー。あー、クマやらかしたー。見てたけどさ、あれだよ、ベノムさんさ、とっさに投げたんだよ、後ろに。それでなんかもう2人ぐらい知ってる、知ってる。いやいや、もうしょうがない、あれだってペニガキ方面に投げるしかない。ペニガキはだってもっと死んでるから。いや、でも前に行ったら多分俺らが死ぬ、死んでた、多分どっちかって感じだった。後ろ2人か前2人死ぬかみたいな、どっちが死ぬかみたいな感じだったから。あ、まあなんか後ろに俺いること想定してないから、後ろに投げるしかない。肉ってはないんじゃない、俺とクーさんが死ぬよりは。まあいいんじゃない。いやまあ俺の勝ちだけどね。俺の勝ちだけどね。はい、俺の勝ち。イージーイージーイージー。誰か射殺しようぜ、こいつ最初に。プラス3ペアだったのに。殺そう。人狼なんか今、乱数調整で人間冷静になりつつあるから、一旦殺すのありも。絶対来たら持って帰ってこないし。人間殺すのあり。満場一致、誰も人間冷静じゃなかった。人間冷静でほぼついてる。はいはい。誰か人狼とかじゃない。それを詰めてください。走ります。動かないでください。今度登ります。今度降りまーす。船長室の鍵捨てまーす。おい、おい、やめろ。誰も俺を止めないで。俺に砲登るだと命令しないでくれ。あいつ何？はい、まあ、適当に石炭捨ててください。はい、石炭入れていいよ。一発目。え、俺離脱する？うん、していいよ。あ、そう、オッケー。まあ、自由に。はい、一発目は石炭入れます。はい、オッケー。おい、正面に島があるぞ。みんな無視してどうし。いや、もうなんか頭おかしい人だから。狂人、狂った狂人、無理できよ、頭おかしい人だから。無視。早く行くぞ、早く。マイケ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 。うわー、石炭なんだこれ。何、何やってんの、何やってんの。え、え、石炭取ろうとしてんの。よっしゃ、石炭やばい位置に石炭ある。なんか取れた、今取れた。俺、すごい。え、あれ、待って、俺が取りに行ってくる。いや、違う、石炭こう引っかかってんのよ、ここに。あるっちゃあるんだけど。あ、取れた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 。何やってんの、ずっと。俺、いや、石炭が。これで、せ、なんか、これ、遊びながら、一緒に行ったの。待って、待って、待って、いい。あさひくん、あさひくん、あさひくん。はい、はい、はい。はい、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 はい。あさひくん、そっちやな、左、左のバックパッカーさ、そっち。はい、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 はい。あ、やばい、あ、やばい。はい。お前、取れたからやめろ。はい。じゃあ、当たった、当たった。当たったよ。何を骨当たってんだよ。石炭誰が持ってんだ、これ。あれ、この石炭1個あるんだけど、1個あげる。あの、それ以上に4個がない。4個が、いや、知らん、それは知らん。私何も見てない。私結構、え、な、誰か、誰がいたか見といてくれ。え、朝日くんと野ちゃんは見てる。紅茶もいるかな。いや、その3人のうち誰かだな。俺、アヘンチギ3個ある。毒いっぱい作っちゃおうかな。あ、毒アヘンじゃねえわ。おい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 、はい、俺上登ります。違う、俺、あの、石バッグじゃない。普通に出る、普通に出るの、俺。めちゃめちゃ怪物とあされてるんだけど、これインキャ転生だろ。全部当たってる。本当に終わってる。骨、ダメなの？骨当たっちゃダメなの？いや、あかん、あの、どっちにしろ、独身の方が出やすいっていう。あ、そういうことね。関係ねえよ。陰キャ黒、陰キャ黒、殺しい、殺しい。え、てかさ、だってどっちも骨ないからさ、ガチで全然いいけどな。捨ててたけど。ちゃんと陰キャ当たってるよ、ちなみに。マジでごめん。あいつはもう死んだ方がいい。てか、殺してくれ。骨ガチでないから。あ、ちょっと待って、狼どこで死んだの？私、狼の死で全部取って。俺も別に狼の死体でもいいやっていう。いけたやつ、お前骨持ってるだろう。え、骨全部捨てた。あ、本当かな。いや、漁ってることがダメだろう。いや、じゃ船長のあれで毛皮出るからバッグ欲しいんだよ、わかる。いや、お前スコップ持ってないから出ねえだろう。何が？え、剣ぐらい出るくね。あ、剣ってあれね、バックパックの作るの必要な剣ね。まだこの間違いするやついるんだ。朝日ぐらいだろ。いや、お前船長の骨って言ったからな、普通に。え、船長の宝箱で出た毛皮でバックパック作りたいから剣が必要。あ、じゃあお前の説明が足りないわ。いや、いや、言ったな今。なんでさ、じゃあお前の説明が足りないわ。始まって間もなかったわ、こいつ。え、わかんない、毛皮出たから剣が必要って言ってるのに、船長の剣がバカ。いや、でもあの、レアード的にどっちにしろ漁るのトロールだからね。バカじゃん。でもお前人狼だからいいね。お前の人狼の鍵削れる分には構わない。喧嘩してんの、もうすでに。やばいやばいやばい。イライラ。あれ、今日やばすぎ。これ離脱下手くそなんだけど、どうしたらいいと思う？トーテム立てまくればいいよ。トーテム立てまくってもう孤立してるやつ殺しまくればいい。メノさん離脱する？しない？いや、俺しないよ。二離脱はさすがに勝てないと思うよ。さすがに沼すぎんだもん、ここ。うん、いや、さすがにね、沼でもマスケがあったら強いから。当たんないでしょ、でも。
朝日とか当たんないんじゃない？朝日くん、コノの方行って、多分あれ、ワンチャン変えられたれるから、コノの方行って、コノの方行って、向こう、俺が見てる方向、朝日くん、こっち行って、向こう行って、向こうで、なんで？いや、あの、コノ多分死ぬか変えられたから見てきて。マジでイライラする。死ねばいいのに。俺のこと好きすぎて、ニートも撮影仲間に疲れすぎて困るんだが。どちら殺そっかな。あれ？ M 悪いね。俺、あれ何もやってないの、別に。ってんだけど。お前の心の M 定まってないぞ。だったら何？好きと嫌いの間で揺れ動いてる。俺の感情が。何言ってんの？マジで一遍地獄に落ちればいいのにな。あ、一回落ちたよ、俺。コメにちゃんと一緒。あれ、自分をチェーンソーマンだと思ってる。だからほっといて。ブーン！でで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 努力見ないアビリフルスター、努力見ないアビリフルスター、でで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 でお茶、ちょっと、あ、もうすぐ終わった。船、誰がいる？俺か、俺もいる。もうスタートしてる、もう着火したりしたら、石炭もうスタートできないよ。あと、スクラップ1個欲しいの、スクラップ持ってる人いる？1個欲しい。入れていい？これはい、ちょっと待って。崖上の石炭持ってきました。ベリガキ、スクラップ1個持って帰ってできれば。スクラップ、ごめん、ない石炭だけしか持ってない。じゃあ、のじゃじゃにもう渡すわ、これ入れといて。はい、ミニガキものじゃじゃに渡して、もう、あ、まあいいや、好きにして。スナップある？はい、ランタン作りたい。あ、置いてきます。やばい、死にそう、これ、どうやって行こう。よかった、俺お茶持ってて。じゃあな、ゴキも、お前ら小声しね。お前ら小声人で、牢屋で俺に媚びを垂れろ。全部入れろ、全部入れろ、全部入れろ、全部入れろ。牢屋で俺に媚びを垂れろ。あ？今上誰？お前だろ、のじゃじゃ。のじゃじゃどこ行った、あいつ。はいはい。ああ、多分のじゃじゃだと思う、これ。ただいまー。スープある？はいはい。あったけ。あ、スープもらいに来て。うわ、ダウンした、やった、のじゃじゃやった。俺死んじゃったんだけど、ヒロミさん。どうしよう。やばい。あ、ダウンした。俺死んじゃったんだけど。あははは。ヒロミさん、どうしよう。まあ。これね、船の前でダウンしてるわ、今。助けれんもんな、これは。あれ、ダウン、ユーリアレッジじゃない？いや、ダウンしてユーリアレッジ作った。ああ、ダウンしてユーリアレッジか。はいはい。じゃあもう、この辺に湧くか。飲んで。OK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 。 おい、あったけー。はい、飲んで。あの、残ってる。回収して、3つ。聞いてるから。あ？うん。3つあるから回収して。お前、ずれてる。おい、インキャ。はい。おい、俺に話しかけんな。なんあ、ありが、シチューありがとう。あとはシチュー受け取ってない人誰？はい、あ、はいはいはい、ここ落ちてる、廊下に落ちてる3つ。これ、直せないの？2つ取って、2つ取って。あざー。板はあるけど、釘どこか。あざー。釘あと1個、釘あと1個。2個直したら分かんない。なんかで、のじゃじゃがどこで死んだの？釘作るの？なんか言ってたけど。分からん。多分弓で撃ったって、多分弓で撃って、そこから幽霊歩きっつったから。ペニガキいる？いや、ペニガキいない。紅茶とペニガキはいない。いや、おるよ。あの、のじゃ帰らないから。え、それ帰らないじゃないよ。お前、UR 来てたよ。来てない。さすがにそれは無理だろ。それで帰ってきたの？え、どうやって？そうじゃん。ダウンした瞬間に UR 来てたから。なんで外で殺すんだよ。え、石炭。いや、間違いない。火薬5個。石炭4持ってんのに、外出る意味わかんないわ。あ、石炭入れていいよ、入れていいよ。石炭あげる。あ、誰か入れて。おい、誰かのじゃじゃの注射器打たねえか。誰かのじゃじゃの注射器打つ。あの、石炭入れてくんね。あ、もう入れるもん。俺2つ持ってる。え、まず2個で抱くからね、俺。はい。いや、のじゃじゃの死んだ音だから大丈夫。俺がさっき弓で殺した。オッケーオッケー。ペリガン、こっち見て。もう一個。よし。いやー、これは厳しいね。ヒロミさん、うまいしなー。あとは頑張れるよ。トーテムがないから何もできないっす。わしもパパと逃げれんかった。ごめん、マジでごめん。一旦つくんだろ。いや、だから見てな、お前さ、死ねな。お前、火薬爆発した直後だからいいけど、船ってぶつけたりすると穴開いて速度下がるのね。あ、でも2個、もう4個炊いたっちゃ、4個炊いたっ、わかる？ 2 個途中でぶつかったら2個問題ないから、ぶつかったり火薬爆発したりね、チョコだからいいけど。ああ、そういうことね。はい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 、理解したわ。
わかる。8個入れて、なんか2個目らへんで爆発したら終わりでしょ。ああ、全部おじゃんだからね、そうだな、はいはいはい、確かに。はいはいはい、知ってんだったら、考えて、はい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 、お前にのじゃじゃの注射打ちまーす。お前にのじゃじゃの終わった注射打ちまーす。なんで教えてもらってんのにそんなテンションなんだお前。おかしいだろ、お前教えてもらってんのになんでなんでちょっと、はいはい、わかるわかるみたいな感じだろ。はい、今から、はい、のあブレ、あ、いやいや、やろうぜ、ギャンブルしようぜ。普通に回復したかったんだけど、ごめん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 、今から俺と遊ぼうぜ。あー、怖いよ。止まれ、おい、止まれ。やだやだやだ。あ、ごめん、石炭入れっぱ、お前、石炭入れっぱ。いや、入ってる、入ってる。回復したあたり、今、注射打ったら、さらに回復した。あー、なんか回復してる。はぁ、おもんな。あ、おもんね。ちょっと待って、石炭くむくむくむ。お前石炭持ってんのに外行くなよ、何やってんだよ。ちょちょちょ、いや箱に入ってる、箱に入ってる。あと2個だから。あ、2個しかないの。朝日、あれ4個って言うの。朝日がだから朝日はもう入れたい、4個今さっき。で今の4個で、4個だけだよ。あ、オッケーオッケー。ピカチュウ、ピカチュウ、何あの注射器ね、普通の注射器なんだよ。え、もう朝日打っちゃう。いやもうちょあと1個だったのマジで、もうちょっと待ってほしかった。いや、うん、そんな頭悪くないから。矢倉行くかとりあえず。なんかいるよ、小屋の中に人。誰？あ？小屋の中人いるよ。いや、ペニちゃう？ちゃうか。いや、誰やろ。いや、わからん。銃構えてる、構えてる。いや、もう普通に突って、突って、突って、怖がらなくていい、別に。基本的に、海兵は、いや、だから、何やってる。いや、普通に行って、普通に突って、海兵は、アドバンテージある。わかった、わかった、わかった。え、撃っていいよね、撃っていいよね。自陣のだったらね。あ、釘5出た。あ、ペニや。ちゃうわ。ペニや。なんだ。なんか朝日くん、なんかいたけなかない、なんか大丈夫な、なんか大丈夫か。すごい船の進み方しない。こっちにインコ。ドライハーブください、ドライハーブ。あー、ドライハーブ。あー、俺船に置いてる全部。お前大丈夫。石炭僕持ってダメで、あげちゃダメだよ、これ毒作る。あのね、じゃあ朝日に俺毒、ワンチャン毒で毒じゃないやついたないから、そんなことしないから。まあ確かにね、ちゃんと回復してから。やべ、出たとこ狼いたんだけど、勝てるはず。石炭ある。石炭ある。石炭5、石炭5。おお、でかい。小島っぽいところは全部取ってる。オッケー。入れちゃうよ。はい。私が。あれ、石爆なかったか、ここ。あった気がしないけど。石爆こっちだよ。この手前側にある。欲しいんだけどな。早く欲しい。いや、弾がないんだよ。ピュピーン。人狼の、おい、てめえ、人狼の味、これ人狼の味だぜ。普通火薬弾薬箱に入っとるやん。バカか、俺はバカとゲームしてんのか、おい。もう戻ってるよ、俺。戻らない。いや、戻ってるね、じゃあ俺は。戻らない。だから。いや、俺は戻ってるね。誰も戻らない。何いや、もう全員戻っといて、本当に病気が来るまで。発症してる。いやね、自分をチェイソーマンだと思ってる。だから大丈夫。大丈夫。やばっ。チェイソーマン歌わねえから、チェイソーマン歌わねえから僕に。メダルさん、足元に石炭2個ね。はいよ。俺は斧の悪魔、コルミアクスデビル。ちょっと紅茶そこどけて。あ、はい、どけて。千尾行ってほしい。千尾に行って、千尾に行って、千尾に。あ、千尾に行ってほしい。千尾、千尾ってわかるか。船尾が船の尾って書いてある。前おい、誰だよ。アザイ、これさ、ちょっと来て、ちょっと来て、これさ、船に入れてきてよ。俺もう逃げれないから、それ船に入れてきてよ。俺もう一致してるから、おもろいことしてこいよ。お前、バレるなよ。バレるなよ。お前撃っていい?別にいいけど、まあ、それはそれつまんなくなるからね、俺が死んだ時点で。まあ、あと一人狼だから。お前がおもろいことして船壊すか、どうする？じゃあ行くか。行ってこい。行くか。行ってこい。行くか。俺は行かない。なんで行け？行こう、来いよ。いや、俺もう一死んでるから。お前が普通にやるよ。俺一回死んでるから。いや。お前が行ってこい。壊してこい、船。じゃあな。なんでね。マサヒに火薬4つ渡したわ。なんとかするか、マサヒが。どうする？行ってこい。行ってこい。おい！俺は行かない。おい！アヘンチキ5個持ってたからハーブよこせな。びっくりで、俺何も普通に漁ってるのにアヘンチキ溜まってくる。5個、石枠1個もあげてないのにだよ。アンビリーバボー。飯ないの？行った。え、それ誰俺がかかった。それ入んないで。それあの飯ない、これ。いや、あるよあるよ、あるけど入っちゃダメだね。まあ普通に飯ないのって言って入ってたから、別にいいんやから隠れて入ってたわけではない。
飯スープあるよ。取りました。今できた。適当適当に1個持ってきた。これ誰のスープ？誰が落としたこれ？俺が飲んで確かめる。この味は山形のこれ芋煮芋煮ですかこれ？な？芋煮。スープ欲しい。芋煮の味じゃねこれ？ベノム足元のスープ置いて。はい。アイス。いやちょっとここ俺のキッチンで、ね、今からちょっとだけ解毒作るから。あーそうだよ、解毒って嘘ついてちとあれ毒作ってる今みんなに盛るための火薬。この中入れとかない方がいいよ。火薬誰か入れてるけど、これ朝日くんじゃない？火薬入れたの。俺入れてないよ、もともと3つあった。火薬はあんまりここの中入れちゃうとそのままこういう。あーそんなの3個よ、3個渡せ俺に、3個渡せ。いや毒やんけ、それ毒毒じゃあ、キッチンキとセットなんだって。ねえ、いいよもう、あげるわ、もうめんどくさい、もうもういいわ、もうめんどくさい、あげるあげるあげる。そうだろ、ちょうだい。それで黙るならもうあげる。黙るなら。ここ置いてる、ここ置いてる。シャンダル何個もらっていいの？知らねえ。朝からもうライ。木もくれ、木もくれ。木を、木いくんないと。これ、なんかちょっとだけでも進めらんない？これ。なんか、はい、あんまりいいし。なんかあれば、燃やせるものあれば。まあ、木結構あるから。でもまたこれさ、ミートシチューさ、拾って置いてる人いるでしょ、これ。あんま拾わないほうがいいよ、その動画のミートシチュー。捨てな、捨てな。誰か入れて戻してる可能性あるから。あの、運転して。してる、してる。ソーダついてる。ベロンさんが入れた今こいら入れてないよ。じゃあ朝日やな。コンさん、コンさん何今自分通してる。いやいや普通にあの実家に帰る荷物の準備をしてる。あ、はい、実家に帰る。なんでそれやりながらさこのゲームしてんだよ。今めちゃくちゃ領収書探してた普通に。やべ俺死ぬ、やべ俺死ぬかも。ベロンさんどこで。それにほら金銭作れんかった。あ死んだ、ごめん。あお疲れ。東を助けて、お願い助けて。ああありがとう。何何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 この中で笑ってるやつ、俺一人知ってるからな。あ、いるな。おい、この中におるな。おい。おい。おい。笑ってるやつ、俺知ってるんだぜ。お前だろ。俺知ってるんだぜ。いやいや、私関さん何個納品してると思ってる？大丈夫大丈夫、俺が助けてやる。いや、クンさんです。ありがとうございます。今回見逃してるけど、クン、お前が人狼だ。逃したら多分負けなんですよ。いやー、これちょっとダメっすね。やっぱ俺離脱向いてないかもしれないな。なんで離脱したの今回？なんとなくノリ？てかさ、ペリガキ入れんだけど、ペリガキがなんか。あいつら、のせで殺したのにいなくなってる、なんか。いや違う違う、狼狼じゃない。違う違う、ペニガキがどっか行ったっていう、単純に1回目、紅茶に殺されましたよ、普通に。いや、なんかペニガキはダウンさせたって。いや、紅茶だよ、普通に。ペニガキ人狼なのか、なんか自らの功績だと思ってたぞ、あいつ。あの、普通にダウンさせたのはペニです。あ、そうなんだ。いや、紅茶だよ、無理だよ。よろしくなのじゃ。え、あ、ごめん、あ死ぬ死ぬ死ぬ、マジ死ぬ。あやばい、俺死んじゃった、ベロブさん。は、え、嘘だろ、やっちゃった。え、ごめん、のじゃじゃ。戻るけど、やばい、俺。おい、のじゃじゃっつって、あの、2発投げたら死しちゃった。やばい、殺すつもりなんかなかったのに。あ？誰かやってる、誰かやってる。これ、船一回戻らね？いや、ちょ、ま、俺、ちょっと、狼のこれ、回収してから戻る。大したものないよ、こいつ。ベロさん、どう、なんかできる、勝てそう。いやから勝つは相当厳いね。いけない？いけない？なんかファッションとか、お前の得意なファッションでなんとかなら。朝日、こっち来いよ。注射器やろうぜ。もうさ、なんかさ、いじめっ子なんだよな、感じ。いじめっ子、朝日。朝日、注射器やろう。はいはい。で、刺すか削る。やばいやばい。どうせ、一発目。やばい。バカ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 。違う違う、お互い人狼みたいな感じがあるんだ。朝日やめろ、朝日やめろ。痛い痛い痛い。注射器やるから回復するから、どうせ回復するから、どうせ回復するから。ほらほらほら、いったいったどうせ回復するから、どうせ回復するから、どうせ回復するから。俺どちらで殺してるから、隠しろだから。早く死ろから、刺せよ。回復した、回復した。あーなんだお前、マジで。なんだお前、お前俺が行けよ。なんだお前、こっちに手振れよ、バカじゃないよ、お前。お前、体勢ある、まあ、交代持ち。てか、あの、船のあれは何だった。船は何だった。火薬、なんか、火薬で3つ。結構入れられてない？まあまあ入ってんの。まあでも、すぐ直せるからもう大丈夫。全然、普通に進んでる。余裕です。余裕で進んでる。あ、もう作った。あの、
わ、作ってよ、7個。あ、スープ作るから、今から。行こう、いらねえな。行ける人行こう。オッケー、行こう行こう行こう。てか、スクラップまだあるけど、もういらない。まだ。いや、もういらん。インカ先生、これ、出ないね、これ。選手から出て、選手、そっちじゃない、そっちじゃない。インカ先生、火薬入れますか？あ、火薬？だから、毒。変賃機じゃねえか。ここにアイス、紅茶、ここに隠してる、これ、ここに全部隠してる。もうやばすぎ、マジで。あ、ここに隠してる。やばい、あいつ、マジで。なんか、なんでこのバレバレのところ隠すんだ。俺、人狼じゃないから作れないよ、俺。え、で俺が人狼だったら、マジで、これ、毒で余裕で。多分もう毒で全滅ね、これ、もう。マジでさ、俺が人狼じゃないから助かってるけど。いや、なんか、誰だ、人狼。ヤノブさん、ちょっと俺決めたわ。転生して、村と同じ行動するわ。幽霊で。俺、改心したわ。岩持った、みんな。なんか2匹来てるかね。当てた当てた。待って、2匹来てない？なんか2匹来てない？なんか戦ってんねんの？ベロブさんよ、これ。やばくない？これやばくない？おい、ベロブさん、ベロブさん。お前、できてこれぐらいだろ。おい、ベロブさん、やばいやばい。おぉ落ちたんだけど、俺最悪。逃げよ。わかる、逃げんじゃねえ。クマの行く方向を見守ろう。やばい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 。待て、こんちゃん、奥で死んで、すでに帰れない。やばい、あそこに逃げるな。なんか逃げろ逃げろ逃げろ。この来るの来るの。やばいっすよ、何してんの。ベロ袋、ベロ袋、ベロ袋。ベロ袋、ベロ袋でこんなことになってる。いやもうでもね、もう無理、もう無理よこんなん。いやめっちゃおもろい。これが限界だよ、俺のできる。お前がな、殺すからだぞ。いや、昭和。いや、ごめん、なんか殴ったら死んだ。殴ったら死んだ。なんか、お前が、なんか殺すからだぞ。殺すからだぞ。いや、一人しか落とせないや。いや、寝るけど、おかしいなと思ってない。これが限界だな。え、あれで何人死んだ？二人じゃない？二人、俺出さないかな。うん。あ、二人しか死んでないの、あれで。うんうん。え、だから一人をだって追ってるから、クマ。だからもう、全部みんな、ヘイト買って、みんな逃げるから。だからもう、俺出さない。あれ、ネガクマ死んだ？俺死んだ、生きてる。今のは？あ、ベノムさんか。あ、俺。到底部もないから、もう、無理です。ベノムさん、はい。みんなに謝っといて、ちょっと。みんなに、あ、なんか、ノジャジャがみんなに謝ってる。どうなってんの、あれ。なんでごめんね、まともに人狼ゲームできなくてごめんね。まともに人狼ゲームできなくてごめんねって。俺にも刺さるわ。俺にも刺さるって、朝日が。聞いてる、聞いてる。ごめんな、ノジャジャ仲良くしような。でも、ね、朝日が悪いよ。朝日火薬入れてるからね。あ、ちなみに、ま、この中に、なんか、ノジャジャにほだされて火薬入れたやついるらしい。あ、それ多分陰キャ、それ多分陰キャだよ。いや、俺じゃない、マジで俺じゃない、マジで俺じゃない。いや、こういうことすんのは陰キャ。今回は、いや、今回は、毎回なんか誰かほだされてんだ、なんかもうこのゲーム。なんかスクラップとかない？スクラップあるよ。あるよ。俺の死体があるよ。あ、あった。ウォッチング、インキャテスソロクマするか。これ使えんじゃん。うわ、隠れた。ちょうど隠れた。うわ、これ距離開けたら余裕ですよ。俺が殴ってきてるよ。やった。うわいっと、お前。もうなんかいけてるな。おい、やめろ。おい、ペニガキ止まれ。おい、考えろ。お前、ちょっと考えろ。一回立ち止まってよく考えろ。衝動的になるな。このゲームで大事なの考える。一緒に始まって。何も考えなくていい。何も考えなくていいぞ。何も考えなくていいぞ。やれやれ。何も考えない。なんなんあいつ。さあ、私石炭持ってるからね、ちなみに。え、俺も石炭持ってる。この持って帰って、この持って帰って。変な。朝日、この持って帰って、この持って帰って。オッケー。進める準備して。朝日くん、海入っちゃダメだからね、これ持ち帰るけど。海入ったら。もう陰キャ、お前どうしたい。どっぷり疲れな、朝日。陰キャ、お前どうしたい。これからどうする。ニトロでバカしまいしたい。あ、一緒にバカす。うん、一旦寝かせない。一旦寝かせ。はい、教会で寝かせない。ありやけど。なあ、え、それ爆心をね。じゃあ、一旦教会まで行こう。一旦教会まで行こうぜ。あげ、じゃあ池井くんさん、ベッドまで運んであげてください。ああ、それは幽霊か。頑張って。運んであげる、運んであげる。ああ、オッケー。船来るよ。船じゃない。あれ来る。一緒にな。なんかベノさんいる。あ、どうも、どうもこんにちは。どうもこんにちは。あ、こいつ殺しとくわ。あ、こいつは。あ、ちょっとやめてやめて。ベノさん待って、ベノさん待って、ベノさん待って。え、一緒に行こう。ベノさん。あ、いや、もうある、もうある。それ持って降りていい。大丈夫。起爆するぞ、池先生。あれ？あれ？バカバカバカ。やばくない？これやばくない？
本当に死んだんじゃね。あー爆発飛散してる。コッパ美人、コッパ美人、コッパ美人。こいつさ、アイテムふざけてるわ。こいつマジで何持ってる。なんかもうすべて持ってる、見てみて。あー俺ここから。マジでこいつ、もこいつ許しちゃダメだろ、もうこういうことするやつ。サーベルとか全部持ってる。そんな持ってんの。あー俺のか、俺の銃とサーベルか。陰キャ死んだ。陰キャ死んだね。クンさん人狼、クンさん人狼。ベノム協力してるだけだった。ベノム協力してるだけだった。いやちょちょガチでガチで。ベノム協力してるだけ。ノジャジャと。出たい。ドヒティチェさん出たい。え、ちょちょちょノジャジャと協力してるだけベノム。これクンさん能力使ってた。あ本当？コナ持ってたマジで。え、ガチで出すべきだと思う。ちょっとガチで出す。ワンチャンニトロ、普通にニトロ。ごめんねごめんね、イケるイケる。ニトロボーイ。鍵持ってないの。鍵持ってないの。ごめんね。船まで間に合うかな。これ船に当ててみよう。間に合わないな。でもこれ寒くて。あ、ニトロ第二陣運んでます。それなんで第二陣あんだよ。結局誰が人狼なんだ。まあいいや、まあ何とかなるやろ。てか飯やばいな、帰ろ。おい朝日やばいぞ今。なんか結局誰が人狼なんだって言ってる。あ、なんか朝日くんが結局誰人狼なんだって話してるらしいですよ。あいつやばい。え、どういうこと。そんなことある。朝日くん、後ろのベロン守ってあげて。はいはい。これは守るもんな。朝日くん結局誰人狼だったこれ。いや知らん。のじゃじゃともう一人分からん。あ、のじゃじゃは確定なんはみんな知ってる。いや他も分からん。こいつ俺が確定したの、こいつの目の前で幽霊切っただけだからな。陰キャ転生、陰キャ転生じゃね。陰キャ転生この辺なのかな。陰キャ転生だと思うよ。陰キャ転生サーベルと銃持ってたらしい。俺こいつと一緒に村やりたくねえわ。草人狼、草人狼とかなんか草人とかしたやつ。草人狼、草人狼とか誰も開けようとしてないから。陰キャ転生こうした。陰キャだわ。陰キャだわ。俺下手くそだけど言えねえけど、こいつと村はしたくない。陰キャ黒か。降伏してるらしい、あいつ。陰キャ転生降伏か。かわいそうに。みんなありがとう。万歳。あたけベノム人狼で、ベノム人狼だよ。ちょっと待って。うお、ワンダウン。やばいやばい。ちょっと待って。あのさ、紅茶朝日くんやばいよ。だから朝日くんね、誰かが人狼だか分かってない。マジか。え、どうすんだこれ。これいけないのか。じゃあこれ、いける、いける、いける。朝日くん人狼が分かってない。朝日くん人狼だか分かってなかった。これ誰か鍵ない。鍵ある。鍵がない。あるある。あともう一個ある。防腐室なんで。防腐室だからもう早いとこ行かないと思うんですよ。修理さえできれば。修理できる。修理できる。鍵全くない。え、石炭渡す。石炭で渡していいの。押すから。おー、いい。いいよ、渡して。釘全くない。え、石炭渡す。石炭でいいの。押すから。おー、いい。あ、なおへいいよ、渡して。あの、朝日くんのがやばい。あ、これも全然曲がんねえわ。あ、すごい。全然曲がんない、これ。全然曲がんねえわ。いや、スクラップ15個集めてて正解だったな。15個？すごいな。15個あったら絶対大丈夫。15個あったらもう絶対大丈夫。でも死んでるね。石炭は絶対足りるよ。あの俺あの寒さで死ぬ。あの石炭あるから触るみたいに。オッケー。あ、まあでも俺。倒せないぞ。体力的に。あ、じゃあの誰かさ、あれしてあのちょっと待って、ベロン粉砕してる。誰か炊いて、あれ寒さない。はい。ベロン粉砕した。誰か炊いて。死ぬわ。タク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 俺が。持ってほしいベッド。誰か見えるかな。私スクラップそこら辺にパッと落とした。いやー、熊で死ななかったのが問題だな、意外と。いや、多分勝つスクラップどこに落としたか分かんねえ。なんかね、あとあれ、マスティフじゃなくてマスケのとこにある。マスティフ。あー、オッケーマスケの樽のとこに5個ある。これ無理だ。ちょっと待って、俺死ね、これ俺も。いや、俺もこれ無理。寒すぎる。いくらなんでも無理や、これ。もう石炭炊くか。石炭炊くぞ。ダメ、やめろ。いや、マジで寒い。ほんまに無理。そんなバカなことはやめろ。いや、死ぬな、ごめん。ペニガキ着火だけしてもらっていい？石炭入れるわ。落とすから、石炭。落とした。俺も4つ入れる。着火だけしに行きます、僕が。運転どうするんですか？うん、頑張って。いや、無理です。これも多分、もう時間切れ。すげえなぁ。捕虜でーす。あ、俺いけるかも、ワンチャン全部だけ。俺のこと起こせれば。まあ、無理か。え、こういうやり方あるの？みんな死んでるか。え誰？俺。え？いや、これ、ちなみにこれダウンしても間に合うんで。ワンチャンってこと？つまり。速度、20キロ、もう5キロしか出ません。
速度10、無理ですね。飛び込みましょう。ぴょーん。そう、あれ？いやー、あれ？あれ？まさに後で稲田とは。いや、じいじいじい、よかった、いい試合だった。しかも回復入れたの俺だし。え？マジ？え、どういうこと？入れた？え、なんかのじゃじゃに言われて。本当だ。やば。あれ満身したそちらが悪いね。いや、満身した俺、ね、満身、あのベノムが突っ込んでくるのを朝日が止めなかったから。そう、まあまあ、止めなくて、だって止めなくて、だって俺勝手入れしちゃったんだ。人狼に誰人狼誰って言ってたから、朝日にベノム守ってって言ったら守るかなと思ったら本当に守り出して、ベノムが攻撃してきたら驚いて立ち尽くしてた。これ野田の作戦だったらしい。野田の作戦通りだったらしい。これ満身を招く。はい、ということで GG です。GG